今回の企画は、2010年ワールドカップメンバーに突撃電話ということですね。いきなり何にもアポ取ってないです。本当に。これ出るか出ないかはもう、運試しという。まず一人目は、阿部祐希。4時ぐらいから、サッカーを教えてそるかもしれないですね。う、教えてる時間だからね。結城はね、絶対出ないんだよね。やっぱ出ないな。出ないですよ。結城出ないんだよね、毎回。本当に。ちょっと待って。携帯に電話しよう。携帯に。阿部は携帯出ないんだよな。いやー、難しいね、阿部ちゃん。まあ、しょうがないそうなんね。です。まあ、これがリアルですからこれね。がもう本当のリアルですから。じゃあ次は。次は。早っ、出んの。はい、もう絶対かかってくると思ってました。なんで？なんか感じまし た。感じた？うち、やっはい。ぱ、つながってるもんね、僕たち。誰がや。そうなんです。あ、あ、今、ドイツ？いえいえ、日本ですよ。あ、帰ってきた？じゃあ、一個だけちょっと聞きたいんだよね、うちに。なんすか。ワールドカップ、今度あるじゃん、やっぱ。サプライズ選出、誰だと思う？でもこの前のヨーロッパ遠征のメンバーはないじゃないですか、おそらく。で、なんか予想かなんかするんですか、松井さんの。今YouTube の撮影やってるんですけど。あ、そうなんだ。弾丸で。誰だろう。いや、俺わかんねえ。すいませんね、なんか電話しちゃって。あ、いいんです。キーパーでも3人ですもんね。キーそうパーだ3人ね、ですね。そうだね。はまあでもい。ありがとうござい鳥まのす。からになる、すいません。うち、最後に一つ質問です。は僕の YouTube 今やってますけども、登録して見てますか？い。はい。これ、YouTube で、これ、音出るんですね、出じてゃあ。ます、出てます、出てます、はい。YouTube のアカウント持ってないんおで。い！アウト！ ゲーム実況とかしてくださいよ。そしたら見ます、これ。ゲーム実況この前やったから。あ、文字ですか？うん。何のゲームですか？FIFA。あ、なんかサッカーゲームじゃなくて、あのシューティングゲームとか、こら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 、本気のやつ、内田はい、君。本気のやつやったし。本気のやつ。あ、それはちょっとな、内田君じゃないとちょっと無理なんだよね。そうなんですか。あ、うちよ、ちょっと無理だな。俺、サッカーゲーム好きだもん。僕サッカー、まあそんなのめり込まないタイプなんですよね。ごめんごめん。わかりました。すいません、なんかお忙しい時に。あ、とんでもないです。絶対見ますね、チャンネル登録して。ちゃんともう登録してください、本当にもう。お願いします。で、また出てくださいね。はい、すみません、ありがとうございます。将来的にはお願いしまはい、す。はい、すみません。はい。はーい。ありがとうございましじゃあ、た。これで、ちょっと待ってください。何？これ、声映るんですよね、俺の。声はありますよ。はい。どうぞ。はい、じ何？ゃあ、ちょっと最後に一言。はい。いいねボタンと皆さん、高評価と登録、チャンネル登録、よろしくお願いいしまやー、す。できてる、できてる、うち。さすがです、うち。本当ありがとう。今度、ご飯おごるね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。かわいいないね、でやっすぱ。ね。はありがとうございます。い、ありがとうご失礼しまざいす。はい。ました。失礼します。はい。いや、わあ、すこれいいごいですね。ね。うっすちーさすごがい。だね。うっちーやっぱすテレビごい。に、すごいね。やっぱ彼はやっぱ、だから愛されるっていうね。うっちーでは。も、私なんか可愛いって言っちゃってましたからね。かわいい。本当に彼はもう、ベルリンに遊びに行った時も、うっちーぐらいですよ。ちゃんともてなしてくれんの。なるほどね。やっぱそういうところからですね。そういうところからみんなから可愛がられるっていう。次はまあ、コマの誘致。コマは出ると思うんだよな。
おい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 出ないじゃん。コマ？ん？何やってんの？今？うん、家？今治？今治。帰ってきたの？そうだよ。もう誰と電話してんだよ。子供だよ。子供だよじゃないんですよ。愛する子供だよ。ああそうだよな、さすがだよ君は。そう言って松井さんも。子煩悩ですから。はい。もういいよ。ちょっとすいません、今YouTube の撮影しまして。何じゃそれ。突撃、南アフリカワールドカップメンバーの選手に電話してみましたみたいなやってるんですよ。あ途中いきなりテンション下がってるじゃん。何何んで今回ワールドカップあるじゃん。誰が入るとか入れないとか分かる？注目してたりとか。注目選手？うん。俺は冨安ですよ。まあ一緒に福岡でやってたっていうのもあるし。福岡で一緒にやってたの？そうだよ。その時サイドバックだったんだ。いや、センターバック。あ、センターバックだったんだ。じゃあその後、シントトロイデに行ってから、ボローニャ行ったんだよね。でちゃんと駒野が教えたってことだよね、冨安選手を。そうだ、尊敬する人に入ってたよ俺が。本人から言われてないけど嘘つけでご飯とか食べ行ったの？ほんじゃ行ったよ。あ、行ったんだ。うん。へえ、珍しいね。その、君がご飯行くってなかなかないじゃん。俺も何歳になったと思ってんだよ。いやいや、もうそんな小6から変わってないと思うんですけど、顔が追いついてきたかな追いついてきたからじゃねえよ。みんなより得だよいや得じゃねえよ変わんねえよずっと。じゃあ最後に質問です。え、今までそんな質問あったっけ僕の YouTube 今やってるんですけど、ちゃんと登録して見てます？当たり前じゃん。ほんとね？ああ。いや、何年の付き合いだと思ってんだよ。いや、もう小学校6年生ですからね。今も仲良くサッカーやってますから。はい。じゃあ、ほんとありがとうございます。じゃあ今治、応援してますんで、駒野さん。はい。YS やってるくせに。ああ、そうだったね。この前勝っちゃった。さすがですよ、松井さん。いや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 、ほんとに。ナイスプレーですよ。駒ちゃん。じゃあ、またね。またねー。はーい。はーい。早めに切るっていう。本当に出たね、ちゃんと。出ましたね。本当に出たね、コマちゃんはやっぱ。冨安選手とのエピソードはね、ちょっとご存じ、僕も存じ上げて。知らなかったね。コマのが教えたっての絶対ないとなっていうふうに思ってたけど。すごいね。ご飯行くって。あ、な、コマのはご飯行かないからね、なかなか。そうなんです。うん。多分ね、行ってもほとんど喋ってないと思うよ。喋んないかな、あの人。でも結構お話されてました。あ、今日は話して、まあ電話だからね。で飯、ご飯とか食べに行くと全く喋んないからね、あの人。まあ長いからね。まあ無言が通じる。そうそう、もう夫婦みたいになっちゃってるからねあ、よしとはいけるんじゃない、うん、よしとは。じゃあでもよしと今もうすんごい忙しいらしいよ。すんごい忙しいって言ってた。いやー、ほんとすごい大変だって言ってたから。収録中じゃない？絶対もう一瞬の隙しかないと思うよ、吉野の場合。今はエイジ行きます。エイジ、練習かな。なかなか難しい。難しいね。
疲れっす。何してんすか？お母ちゃん。はい。何してんの？朝ごはん？今朝ごはんっす。今みんないますよ。誰いんの？シンジとか、シンジ、橋岡、林、ダニエル、シュミットがいます。おえ、勢ぞろいじゃん。勢ぞろいっす、今。ヒントとろいでんの。朝食食べてます。間違いないっす。すごいね、お母ちゃん。なんすか、今撮影とかっすか？バレた？バレた？いや、絶対そうじゃないですか。やべっちっすか？いや、違うよ。ウッチーとの、あれですか？いや、違う違う。はい、何歳になったお前？僕36です。すごいね、36。いやー、なんとか頑張ってます。あ、なんか今、監督に呼ばれました。あ、また。すいません。え？何だったんですか、結局。ちょ、また電話するわ、ふんちゃん。なあ、これ俺の YouTube の撮影、ごめんな。へい。へい。じゃあ、まだまだ。はいはい。お母ちゃん。おすごい。行きましたね。なんかこういうのもありですね。普通監督呼ばれたわみたいな。監督。僕はあのパリでよくあのご飯行ったり。あ、行ってました。たまに電話するから。あ、プライベートですか。うん。エイジと、エイジとお母ちゃんぐらいじゃん。あのじ。エイジ。あのじサバト。サバトは？え、そのチームどうなの？チーム？チームストラスブールの今シーズンはあれだけど、うん、いやでもクラブいいよ。パリやっぱ強い。いやパリ今年強すぎ。もうズバ抜け、まあもともとズバ抜けてるけど、うん、うん、でもそれでももうズバ抜けてるね。もうメッシとネイマールもやる気今年全然違うもん。なんか知んないけど、うん、なんかさ昔、ね、昔さフランスリーグってなんかその、うん、戦術とかあんまなかったんだけど今ちゃんとやるの？あるよ全然。全然ちゃんとやる？ちゃんとやる、ちゃんとやる。もう今の監督とかすごいよ、細かくて。へぇ、マジで、なんかミーティングとか、うん、数学聞いてるみたいな。やっぱ違うんだね。いや、もう何年いんの？何を？いやいや、え、大体何年？何年だっけ？8年いや、なんけ、俺7年目今。すごいじゃん。いやいや、すごいね、8年いたの。8年しかいなかったよ。いやでもね最近、いや8年しかじゃないでしょ、うん、最近なんいやいや最近なんか昔大ちゃんフランスいいよいいよって言ってたよずっと、うんうん、やっぱ慣れるとマジで心地いいね。いいよ、7年もいるんでしょ。もうフランス語も全然いいじゃん、うん、パリとかモナコとかニースとかさ旅行もできるし。そうだね、うん、まあいろいろな山も海もあるし何でもあるし、何でもあるし自然いっぱいだからさ、うん、だから日本に帰った時にちょっと帰りたくなる時あるよ。だからああじゃあやっぱフランスとか帰りたいなって思う時あるよ。ああ逆にね、うん、いやいやだからいや日本行ったら余計じゃないのそれこそ。まあそうだね、うん、うん、でちょっとごめんごめん、なんか長くなっちゃって、うん、で今これさ質問が2個あって、うん、どうした？ワールドカップあるじゃん、うんうん、ドイツに勝てると思う？いやいや勝つに決まってる。オッケー、ありがとう、エイジ。本当勝ってくれよ、頼むぞ。なんかやってんの？なんでこれさ今さ本当ごめんなんだけど、うん、YouTube の撮影してんの、うん、で声だけがちょっと君の声だけが出るかもしれないんで。で、あともう一個質問があります。そういうことね。はい、すいません、なんとこの。すいません、弾丸ですいません、なんか。だいぶ弾丸だね。で、最後に、ドゥゼム、何でドゥゼム？ドゥゼムは、僕の YouTube、今、やってますけど、うん、見たことありますか？見たことあるよ。あ、見たことあるの？見たことあるけど、俺、YouTube 見るときって、うん、結構なんか俺最近 DIY をやってるからそれの動画を結構見るときちょっと待って、もうフランス人じゃん君。それやり始めたらもうやばいよ、もうフランス人じゃん。早くない？いやそれを結構 やるんだけど、それをで見るか。でもそれでなんかほら関連とかでさ、うん、出てくるから 見たことある。いや DIY の関連で松井大輔絶対出てこねえわ。
いやでもなんかさ、いろいろサッカーとかのつながりとかで、普段じゃあハイライトを見たらやっぱ出てくるじゃん。そういうの。そうそうそう。見たことあるよ。本当、ちゃんとチャンネル登録してる？チャンネル登録ってどうやってやるの？チャンネル登録ボタンがあるんだよ。じゃあやっとこう。絶対やんねえじゃん、お前。登録で解除でしょ？登録解除してどうすんだよ。意味ねえ。ないじゃん。うん、そろそろシーズン終わり？いや俺、君多分君知らないと思うけど、僕二刀流してるんですよ。いやいや、それは知ってるよ。あ、それ知ってる？ニュースで見てるの。うんうん。だから休みないんだよね。11月までサッカーやって、サッカーやってとか、フットサルのシーズンが違うんだ。フットサル3月まであんのよ。うん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 。だからワールドカップ期間中とかもずっとシーズン中だからさ。あ、そういうことね。そう、大変なんですよこっちは。仕事があるうちが花だから。うん、いやもうありがたいですけども、今日も二ブレンしてるからね、本当にフットサルとサッカー。フットサルとサッカー、うん、それすごいね。やばいよ、ね、それできるのすごいよ、その年齢で。ああ。うん、体にムチ打ってじゃ。ムチ打ってるよ本当いつも。あとあれ、あの YouTube またちょっと出てくれね、本当まだ。うん、じゃあまだ帰った時。帰った時にね、お願いしますよ本当。うんうん。なんなんマジ。お願いしますね。はい。アビアント。アビアント、またね。ありがとう。じゃあね。はい。はいはい。エイジとはね、長い。会話のあれはもうエイジは長い。毎回ずっとなんかフランスのあれだこうだみたいな、ずっとあの喋ったりとか、まあね。彼もずっといるから、うん、7年もいるっていうから、ね、長いよね。今回、弾丸で、ワールドカップメンバーに電話ということになりました。意外にも出てくれる選手はいたのですごく嬉しかったですし、大変面白くなりました。いろんな人がね、見てくれるとありがたいですね。はい、はい、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録と、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。